ジョルダン・ピエール・アイユーはフランス・マルセイユ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。プレミアリーグ・クリスタル・パレス FC 所属。2006年にオリンピック・マルセイユのユースに加入した。2009年、マルセイユと3年間のプロ契約を締結。12月16日、FC ロリアン戦でデビューを果たした。18歳でプロデビューするなどして、そのポテンシャルは、 世界的にも高く評価された。2014年7月28日、FC ロリアンに4年契約で移籍した。2015年7月27日、アストンビラ FC に移籍した。2017年1月31日、スウォンジーシティ AFC に移籍した。2018年8月9日、クリスタルパレス FC に1シーズンのレンタル移籍が発表された。 2019年7月25日、クリスタルパレス FC と3年契約を結び、完全一席。2010年9月5日、アフリカネーションズカップ2012予選のスワジランド、代表戦で、アニ・アンドレと交代で出場し初キャップを記録した。2012年6月2日の W 杯予選、レソト戦で代表初得点を含む2得点を挙げた。 2014年6月9日の韓国戦でハットトリックを記録。父親は1990年代前半のマルセイユの中心選手でガーナ代表でも長く活躍したアベディペルであり、長兄のイブラヒム・アイエウ及び時系のアンドレ・アイエウもガーナ代表経験のあるプロサッカー選手である。ありがとうございます。